はい、アメッシャワールドの公式 YouTube チャンネルです。本日はですね、いつかは欲しいアメ車、こちらフォードマスタング GT、 こちらを紹介します。はい、こちらですね、2019年モデルのフォードマスタング GT プレミアム GT パフォーマンスパッケージ、現在の車両本体価格698万円になります。はい、でこの車両、ブブ BCD の西日本の拠点であるブブ阪神の在庫車両なんですが、まだ日本に入ってきて間がないモデルなんですが、このボディ外装がですね、めちゃめちゃ綺麗です。で、2019年モデルの中古車なんですが、ざっと周りを見た感じ、新車とほとんど差がないんじゃないかというぐらいのコンディションで、それもそのはずで、この車両2019年モデルではあるんですが、走行距離はまだ約1500キロ、まあ、新車とは言わないですけど、新古車みたいな状態の車ですね。はい、でこの車両、ボディカラーはマグネティック、まあ、ガンメタみたいな色なんですが、まあ、この色自体ですね、汚れとか傷が分かりにくい、目立ちにくい色ではあるんですが、そういうのに関係なくですね、ボディは本当に綺麗です。大きい傷、汚れなんかはもちろんのこと、小傷すらありません。で、このボディ外観に関してはもう完全にディーラーの展示車ぐらいのイメージでいいと思います。はい、でこの車両なんですが、基本的にはフォードマスタング GT プレミアムパフォーマンスパッケージのオリジナル純正で、カスタムがしてあるわけではないんですが、ボディ外観がですね、すごいレーシーでかっこいいです。でまずこのフロントのバンパースポイラーからボンネットで、さらにボンネットからこのルーフで、ルーフからですね、このトランクリッドを経て、でこのリアのバンパースポイラーまでボディを通して貼られてるこの GT ライン、このブラックの GT ラインがですね、このボディカラーのせいもあってあまり目立たないんですが、これがさりげなくてすごいかっこいいです。はい、で次ですね、このアルミホイールですね。はい、でこのアルミホイール、GT パフォーマンスパッケージの専用のアルミホイールなんですが、エボニーブラックにペイントしてあって、フロントが 9J、 リア 9.5J、 このですねホイールがすごくかっこいいです。はい、でこの19インチホイールに組み合わされるタイヤはミシュランのパイロットスポーツ 4S で、サイズはフロントが 255-40 の ZR19 になります。はい、こちらリアも専用の19インチホイール、 9.5J の19インチホイールにミシュランのパイロットスポーツ 4S で、リアはですね 275-40 の ZR19、 フロントよりもワイドな設定になってます。でこの前後19インチで、このホイールとタイヤの組み合わせ、これがですね、このボディにすごく合ってます。はい、でこちら GT パフォーマンスパッケージなんですが、フロントブレーキはブレンボの6ピストンキャリパーが装着されてます。でサス
スプリングもですね、ヘビーデューティーなスプリングが装備されてますし、足回りもしっかり強化されてます。はい、ね、このマフラーすごくいい排気音しますんで、ちょっとエキゾーストの音聞いてみます。感じでとてもメーカーの純正のカタログモデルとは思えないぐらいレーシーな音がします。はい、でこの車両のですね、レーシーな雰囲気を強調しているのがこのリアのウィンドウルーバー、このサイドのウィンドウルーバーとこちらリアウィンドウのルーバー、これがですね、またこのマスタングのこの個体の雰囲気をすごくレーシーにマッスルカーっぽく見せてますね。で、まあこれはあのマスタング GT の純正装備ではないんですが、こうやって見てみるとですね、このパーツかなり似合ってますね。はい。はい。で、リアエンドでいうとこのパフォーマンスリアウィング。このですね、大型のリアウィングも GT パフォーマンスパッケージの装備なんですが、これがですね、ウィンドウルーバーなんかのデザインとも合ってて、やっぱりすごくレーシーです。はい、でこれトランクリッドの 5.0 ハイパフォーマンスのエンブレムなんですが、5.0 のところが赤になってるんですが、この車両ですね、ところどころ赤がアクセントに入ってて、これがなかなかおしゃれです。はい、こちらエンジン5リッターの V8 DOHC コヨートエンジンで、当然フルノーマルです。はい、でこの5リッターのコヨートユニット、ノーマルで最高出力が460馬力、最大トルク58キロ。純正の段階で一昔前のマスタングの特別仕様車、まあ、例えばボス302ラグナセカとか、あの辺よりもパワーがあります。で、現行型にもですね、まあ、絶版になったとはいえ、シェルビー GT350 とか、まあ、ハイパフォーマンスモデルあるんですが、もうこの GT のですね、この460馬力でも必要十分、そんな感じですね。はい、でこのエンジンルームなんですが、このタワーバーのマスタング GT のプレートなんかもそうですし、こちらの 5.0 5リッターコヨーテのプレートなんかもそうなんですが、エンジンルームがですね、すごくおしゃれでかっこいいですね。はい、はい、それでは内装インテリア見てみます。内装インテリアもフルオリジナルで、すごい状態いいですね。まあ、まだ1500キロ程度しか走ってない車なんで、まあ、中はもうほとんど新車に近い状態です。でこの車両ほぼオリジナル状態を保ってるんですが、ちょこちょことアフターパーツが見られます。でこれウェザーテックのフロアマットで、これはですね、アフターですね。で、さらにですね、これダッシュマットが引いてあるんですが、このダッシュマットはアフターパーツだと思います。はい、でまたあとここ助手席手前のこのマスタングのプレートはオリジナルなんですが、ここにですね、マッハ1のエンブレムとちょっとまた変わったプレートがついてるんですが、まあ、これもですね、アフターパーツだと思います。はい、こちらシート、ブラックのレザーシートで、シートの状態も素晴らしくいいですね。でほとんど新品同様、使用感はほとんどありません。はい、で現行のフォードマスタング4人乗りになります。でリア2人乗りで、結構ですね、ショルダーのサポートとかがしっかりしてて、割としっかり作ってあるんですが、そもそもですね、スペース的にやっぱり
あまり広くないんで、まあ、大人が後ろに乗るのはちょっときつめですね。で、ただまあ子供とかだったら全然普通に乗れます。はいはい。で、あとですね、まあ、スイッチとかレバー、ダイヤル類なんですが、プレミアムですから、まあ、この辺がですね、アルミビレットなのは、まあ、最初からなんですが、このダイヤルリングがアルマイト調のレッドになってるのと、このエンジンスタートボタンにプラスチックのカバー、赤いカバーがかかってるのは、これはもしかしたらアフターパーツかもしれないですね。はい、今ですね、ドライバーズシートに座ってるんですが、やっぱりですね、インパネ周り、運転席周りすごく綺麗です。2019年モデル、2年前のモデルなんですが、もうこの辺はですね、新車に近い状態ですね。はい、じゃあちょっとエンジンかけてみます。エンジンはプッシュスタートになります。はい、でこれですね、エンジンかかった瞬間の音とメーターとかの表示がすごいかっこいいですね。はい、でこちら走行距離 1472.3 キロ、これトリップメーターじゃなくてオドメーターです。でもう走行距離はもう完全ローマイル、もう新古車レベルですね。はい、で GT パフォーマンスパッケージ、ゲージパックって言ったと思うんですが、ここ通常はエアコンの吹き出し口が並んでいるところに、真ん中にですね、オイルプレッシャーとバキューム、この2連メーターがつきます。でここにですね、メーターが追加されることで、車内がすごいレーシーに雰囲気を変えます。でこれはすごくいいですね。はい、でこのフォードマスタング GT プレミアムパフォーマンスパッケージなんですが、こちらのレバー、モードって書いてあるこのレバーでですね、走行モードが切り替えできます。はい、でそのモードの、レバーをですね、持ち上げていくと、今スノー、ウェットで、ノーマルで、マイモードで、スポーツで、さらにトラックで、さらにですね、ドラッグストリップ、まあ、こうやってあの走行モードが切り替えできるのは最近のスポーツカーならではですね。でさらにですね、この走行モード以外にも、ステアリングのですね、設定をこのノーマルのステアリングからスポーツステアリングで、コンフォートのステアリングで、こういった感じでハンドル、ステアリングホイールの設定も変更可能です。はい、でちょっとガソリンがあんまり入ってないんで軽くなんですが、少しアクセル煽ってみます。はい、でこのですね、液晶の表示なんですが、まあアナログメーターなんかと違ってやっぱり発光してるんで、すごい見やすいは見やすいですね。はいはい、でこのメーターの表示なんですが、右側がスピードメーター160マイルまでで、左がですねこの半円形のタコメーターなんですが、このレッドゾーンがですね、7000回転を超えてから、まあ、7300回転ぐらいからですかね。でここまで高回転型なのはちょっと前のアメリカン V8 と考えられなかったですね。はいはい、じゃあちょっとラゲージ、トランク見てみます。トランクですね、ここのナンバープレートの上のところにボタンがあります。でこのですね、トランクのフードが結構ちっちゃめですね、マスタングは。でトランクルームなんですが、開口部はそんなに広くないんですが、結構奥行きが広くてフロアフラットで、でなおかつセカンドシート後席がトランクスルーになってますんで、意外に使い勝手がいいです。でこの車両ですね、トランクはほぼ使用感ゼロですね。
はい、こちら2019年モデルのフォードマスタング GT ファストバックプレミアム GT パフォーマンスパッケージ、車両本体価格698万円。これはですね、すごいいいと思います。ブブー BCD で直輸入された車両で日本国内未登録、つまり新規3年車検付きで、保証もつきますし、で走行まだ1500キロ弱でもうほぼ新車みたいな状態で、この現行マスタングの GT460 馬力のエンジン、すごいパワフルで綺麗に回りますし、この車両は GT パフォーマンスパッケージついてますんで、足回りも強化されてるし、専用装備も多数で、この車両の場合 GT ラインですとかウィンドウルーバーですとか、ちょこちょことドレスアップしてあるのもなかなかかっこよくまとまってますし、この状態、この仕様のマスタングが698であれば相当お買い得感高いと思います。でライバルであるダッジチャレンジャーあたりだと、最近 V6 の GT とかでも新車だと700万近く、まあ、つまりこの車と同じぐらいします。で動力性能の違いとかを考えると、この車両はですね、相当お買い得感高いですね。でマスタング簡単に値下がりする車じゃありませんので、まあこの698万円買って2、3年乗ったとしてもかなりいい金額で下取りに出せると思いますし、まあ、この車いろんな意味でお買い得感高いと思います。はい。